番組アンバサダーの市川團十郎白猿です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。パラ陸上、土田和歌子です。土田和歌子選手、1974年東京清瀬市生まれの48歳。17歳の時事故に遭い車椅子生活に。1993年アイススレッジスピードレースと出会い、98年長野パラリンピックで金2つ銀2つのメダルを獲得しました。99年からはパラ陸上に転向。2000年シドニー大会のマラソンで銅メダル、2004年アテネの 5000m で金、マラソンで銀メダルを獲得し、日本人初のパラリンピック夏冬金メダリストになりました。2021年の東京パラリンピックではパラ陸上とパラトライアスロンの2つの競技に出場。今も現役を続けるパラスポーツ界の鉄人です。土田選手は高校2年生の時事故に遭いました。下半身不随の脊髄損傷という障害を負いました。でそこからは、医師から歩けませんよということで宣告を受けて車椅子の生活になりました。両足が動かせなくなった土田選手、その後車椅子でもできるスポーツを始めます。リハビリの一環として、ドクターからスポーツを勧められまして、でそこから、いろんな競技をこう挑戦していったんですけれども、その中で、自分にどんな競技が向いてるのかなって思っていた時に、車椅子バスケとかそういうものも挑戦していたんですが、当時98年の長野のオリンピック・パラリンピックの開催がもう決まっていて、で日本に全く歴史のないアイススレッジスピードレースという競技が、その中に組み込まれることが決まったんです。当時はパラリンピックに採用されていた競技、アイススレッジスピードレース、スピードスケートの車椅子版で400メートルのスケートリンクを使って行われます。アイススレッジスピードレースというその乗り物自体は、2本の刃があって、その上に長座をして乗る椅子がついていて、でそこに乗った状態でノルディックのストック、先が刃になってるんですけど、それをついて前進する競技です。講習会が長野県主催で、開催されたんですけど、そこに、車椅子バスケットボールのチームのメンバーと、遊び心で参加したのがきっかけで、ノルウェーから来られてた講師の先生に、素質があるから3ヶ月後のリレハメルのパラリンピックに出てみないかということでお誘いを受けて、94年のリレハメルのパラリンピックに出場しました。1994年リレハンメルパラリンピックに出場した土田選手、当時はまだ高校生でした。リレハメルのパラリンピックに出場させていただいた時は、3ヶ月間という準備期間しかなかったというところで、開会式に立った時も、本当に不安材料しかなくて、そして世界強豪のメンバーの、その滑りを見て圧倒されて、すごく萎縮しちゃったなっていう記憶があります。4種目に出場して、ほぼほぼ入賞したものもあったんですけど、結果はもう本当に散々でした。会場で多くの海外の選手の姿を見て、筋肉隆々のかなり年齢層の高い方もそこには居合わせておりましたし、障害があってもそれだけ体を鍛えることができるんだっていうことと、あとその競技レベルっていうのの高さっていうものを非常に感じた瞬間でした。高校卒業後、東京都の職員になった土田選手、働きながら長野パラリンピックに向けアイススレッジスピードレースの練習も続けました。スポーツをやるにしても、やっぱり経済的なものっていうのもすごく不安でしたし、就職をしたいという思いで、東京都の採用を受けて、職員になったんですけれども、その後は競技との両立ということで、仕事と両方の生活になっていったんですが、
まあ、当時は職場の理解も得て長野のパラリンピックっていうものに目指せたかなと思っています。自国開催ということでメダルを目標にトレーニングに励みました。当時の練習拠点は長野までは練習する場所というのが関東圏内にはなかなかなかったので、まあ、山梨や長野県の方に週末出向いてスケートリンクを目指してですね貸していただいて夜間、まあ、トレーニングをしてっていうような生活だったかなと思います。あとは平日はですね仕事が終わった後、まあ、近くのスポーツセンターで自分の体を、まあ、フィジカル面を鍛えるというような、まあ、トレーニング内容だったかなと思います。1998年、土田選手は長野パラリンピックに出場。100、500、1000、1500メートル4種目にエントリーしました。長野の冬季パラリンピックでは絶対メダルを取るぞっていう強い思いで、まあその4年間挑んできたんですけれども、なかなかやっぱりそのパラリンピックでは思うようにいかなかったというのが、まあ実際のところだったかなと思いますね。100メートルと500メートルは銀メダルに終わったんですけど、実は目指してたのは金メダルで、ただそのノルウェーの選手たちと何度かこう戦ってきた上での長野のパラリンピックだったんですけど、全く無名のノルウェーの選手がこの金メダルを取ったんですね。でもその、まあ、銀メダル、2種目銀メダルに終わった後、まあ、1000メートルと1500メートル後に続く中長距離では、やっぱり自分の力を発揮したいというところで気持ちを切り替えて挑んだことで、まあ、金メダルというものが獲得することができたかなとは思っております。自国開催で取った金メダル、土田選手にとっても感慨深いものがありました。私が出場したアイススレッジスピードレースのという競技は MWEB で開催されたんですけれども、今までこう見たことのないような、さすが自国開催だなって思うぐらいの、まあ、観客数だったことっていうのが非常に思い出深いなと思う瞬間だったのと、あと感動したのは当時天皇皇后両陛下だった今の上皇上皇后両陛下になるんですけれども、もう応援に来ていただいてですね、会場で応援のウェーブを作っていただいたっていう、その姿を見た時にもう本当に感動しましたね。力をいただいたような気がします。長野パラリンピックの翌年1999年から土田選手はパラ陸上に転向しました。実は冬季のパラリンピックのアイススレッジスピードレースという競技が競技人口と参加国が少ないために、まあ、廃止になってしまったことで、まあ、次の目標をなかなか立てづらかったんですが、当時その夏のトレーニングとして陸上というものにも取り組んでまして、まあ、次は夏季のパラリンピックで自分の力を試してみたいというところで陸上競技に転向しました。様々種目がある中で土田選手はトラック競技に加え、選手層の厚い車椅子マラソンにも取り組み始めました。当時パラ陸上に転向した時にはマラソンとして決めてたわけではなくて、まあ、陸上競技のトラック競技から始めたんですけれども、まあ、その先にいろいろ挑戦していく中でマラソンという競技の魅力を感じて、現在はまあそちらの方に進んでいったっていうところですね。レーサーと呼ばれる先の細い三輪の車椅子で戦う車椅子マラソンは、一般のマラソンより自転車競技に近いとも言われます。風よけのため選手の後ろについたりする駆け引きも重要です。よくこう、まあ、レースをして同じグループが形成されるんですけど、同じような力を持つ選手っていうのが一つのグループになって、でそこから、まあ、ローテーションをしてスピードをあまり落とさずに引き合うことでタイムが狙えたりとか、そういうこう面白みというのはこの競技ならではかなと思います。2000年に行われたシドニーパラリンピック、土田選手は車椅子マラソンで銅メダルを獲得しました。
1998年の長野のパラリンピック以降2年間でですね、次の目標を決めて、あの夏季のシドニーのパラリンピックを目指していったんですけれども、気持ちを切らさずに次に続けて目標に向けてこう取り組んでこれたというのが、まあ、一つその表彰台に立てたあの一つの要因だったかなとも思いますし、また日本の選手でですね、女性のアスリートで畑中和選手という選手が神戸にいたんですけれども、同じクラスで同じ競技を競う、まあ、要はライバル的存在でしたので、まあ、その選手の影響というのも大きかったかなと思います。シドニーの表彰台で土田選手が感じたことは、この2004年のアテネの大会で、まあ、5000メートルで金メダルを獲得したときは、もう本当に4年前の出来事とか、まあ、そういったものがすごく走馬灯のようにあのいろいろ蘇ってきて、ただこの最終日にあったマラソンで、まあ、同じ日本人選手である、まあ、女性アスリート畑中選手が金メダルを取って、まあ、その彼女を超えられなかった、さらなる上を目指したいっていうところで、あの何かをこう変えて次のパラリンピックに挑みたいっていう、思いのある表彰式だったかなと思います。シドニーパラリンピックの後、土田選手は東京都の職員を辞めプロ宣言。背中を押してくれたのは当時の上司の一言でした。すごくその方、あの私の競技活動の方を応援してくださる方だったんですけれども、もうこの場所にあなたのいる場所はないですっていうことを言われたんですね。で、その一言を聞くと、なんかすごくひどい言葉のように聞こえるんですが、実はやっぱりその言葉をいただいたことで、私すごく後押しされたんですね。決意みたいなものがその時生まれたので、非常にあの大きな瞬間だったかなと思います。プロ宣言が実り、土田選手は、2004年アテネの5000メートルで金、マラソンで銀メダルを獲得。日本人初の夏冬パラリンピック金メダルという快挙を達成しました。2000年のシドニーからその2004年にかけての4年間というのは、あのプロ活動を開始した4年でもあり、また海外の選手たちに近づきたいというところで、まあ、環境改善っていうものと、あと自分自身の体がすごく小さかったっていうところで、あの肉体改造が必要だっていうことで、この2点を持ってこの4年間取り組んでいきました。結果としてこの 5000m で、まあ、金メダルを取れたことっていうのは、あのやってきたことが証明できたなっていう瞬間だったと記憶してます。はい。で、ただこのもう1種目のマラソン、最終日にあったマラソンで、まあ、銀メダルを獲得したんですけれども、まあ、この時金メダルを獲得したのが同じ日本人選手の、まあ、畑中選手という、まあ、女性の方だったんですが、まあ、ゴールラインを踏んだ瞬間に、あ、私はまた次マラソンで今度金メダルを取りたいということで、次の目標が定まったっていうような瞬間だったかと思います。アテネの翌年、2005年に土田選手はコーチを務めていたご主人と結婚。翌年に男の子を出産しました。競技と育児をどう両立させたんでしょうか。競技とのやっぱり両立、子育ての両立というのはやっぱり本当に思うようにはなかなかいかなくてですね、特に今子育てというのは本当にもう最初はもうてんやわんやで、もう日々戦場もどうなることかなっていうような状況だったんですけれども、まあ、今の主人と協力をしながら、そして家族親族、そして地域のサポートを得ながら、当時は取り組んでいた状況でした。ご主人もサポートをしてくれました。例えば、まあ、子どもの保育園の送迎とかそういうものも、あの主人が先立ってやってくれたことで、まあ、私自身はあの競技にこう専念できるようなあの時間っていうのもあったことで、まあ、本当にありがたかったなとは思っています。非常に感謝しています。2008年、土田選手は連覇を目指して北京パラリンピックに出場。ところが 5000m の競技中、思わぬアクシデントが起こります。
5000メートルの競技中に残りラスト500メートルのところで先頭のにいた選手の操作ミスによって後続が当たって転倒事故につながったんですね。で、私は先頭から2番手の位置で走っていて巻き込まれてしまったことによって、まあ、後ろから来た選手にこう乗り上げられるっていう瞬間で、まあ、大きな怪我を負いまして、まあ、後から分かったんですけれども、まあ、肋骨の骨折であったりとか四椎部のところでの骨折が見られたりっていうところで担架で運ばれたという事故が起きました。結局金メダル最有力だったマラソンを棄権、レースから5日後日本へ帰国することになりました。帰国して2ヶ月入院した土田選手、引退の危機にも直面しました。私が、ま、北京から、ま、帰国をしまして、いろいろこう、症状、状態というのが判明していく中で、こう、体が元に戻るかっていう、すごく不安があったんですね。ただ、こう、自分自身としては、そのマラソンでのスタートラインにも立てませんでしたし、不完全燃焼の北京のパラリンピックでしたので、やっぱり次に向けて、また取り組みたいという、の気持ちは、実は持っていました。最終的に体を治してもう一度頑張ってみようと決めた土田選手、そのきっかけになる出来事がありました。入院した病院の窓から見える建物があって、その建物が実はホスピスだったんですよね。患者さんたちが生活をする姿をこう見えたんですけれども、その姿を見て自分自身はすごく死というものに向き合いました。で、その瞬間があって、その後、そこの病院の院長から、実はここに急患の人が入るから別の病室に移ってくれないかということで、私は別の部屋に移動したんです。で、その移動した先が1個、まあ、総合病院だったんですけど、1個下の病棟施設で、産科の、分娩室の横にある部屋に通されて、四六時中子供の産声を聞く時間っていう過ごしてた。で、その時間があって、やっぱり人間はその生と死というものがあって、まあ、そこに向き合って自分に今何ができるのかっていうことを考えた時に、やっぱり私自身であればやっぱりもう一度そのパラリンピックの舞台にできるのであれば挑戦したい、ゼロからでもいいからもう一度挑戦するっていうことの決意が、まあ、その時生まれたかなと思います。レース中に負傷して途中で帰国した北京パラリンピックから4年後、土田選手はリベンジの思いを胸に2012年ロンドンパラリンピックに出場、日本選手団の主将も務めました。この話いただいた時に、もう自分で務まるんだろうかっていうところですごく不安だったんですね。で、ただ自分自身そのできることってなんだろうっていうふうに考えた時に、まあ、自分の競技の結果を持って競技成績を持って士気を高めていきたいっていう思いと、あとはなかなか競技団体ごとにこう接点がないっていうのがあって、パラリンピックの期間でしか他の他団体とこう顔を合わせることっていうのがなかなかないんですね。まあ、同じ日本チームとしてその一緒に食事をするダイニングで、まあ、多くの選手に声をかけて、ちょっとその競技の話を聞いたりとかっていうような時間を設けたりして、こう自分でできることっていうのを考えてやっていた期間でした。北京では走ることなく怪我で棄権した車いすマラソン、ロンドンでも20キロ付近でアクシデントが起こります。転倒って検索したら土田和歌子って出てくるんじゃないかっていうぐらい、パラリンピックではことごとく結果を残せていなかったんですけれども、まあ、このロンドンでも実は非常にこう戦略を練って、そして考えてトレーニングをしてきた、それでも20キロ付近で多くの集団の中で走る中で、遠心力でこう私だけちょっと大外にいたっていうところもあって転倒してしまったんですね。自分自身でこうなんとか這い上がって、すごく狭い道だったんですけれども、その中の沿道をこう走り出す時に多くのこう地鳴りのような声援が鳴り響いて、でもうその瞬間にすごく力をもらって5位という、まあ、結果に終わったロンドンのパラリンピックでした。
さらに4年後の2016年リオパラリンピックでは種目をマラソンだけに絞って出場。しかしトップとわずか1秒差の4位でした。2016年のリオのパラリンピックのマラソンコースはコパカンバーナビーチという、1周8キロある本当にビーチなんですよね。で、それを5周回する 42.195 キロだったんですけど、ただこの2016年のリオに関しては私マラソン種目1本で出場しまして、でそこでどうしてもメダルを取りたいという思いで挑んだんですけれども、なんと結果は、42キロ走ってきてですね、最後ラストの100メートルぐらいでもうトップと1秒差の4位ということで、非常に悔しいこうメダルを逃したレースでした。なのでゴール後はもう本当に悔しいっていう気持ちでしかなかったんですけれども、まあやりきれたことの爽快感っていうんですかね、そういうのはあったレースだったかなと思います。北京、ロンドン、リオと3大会メダルなし。リオが終わった時、次の東京パラリンピックのことは頭にあったんでしょうか。自分としてはそのリオの結果から見てまだ自分のその可能性を感じれる結果でしたので、まあ一年一年自分の力と向き合って、また競技レベル、世界の競技レベルを見極めながら次の1年1年を目指していきたいっていうところで、まあ、メジャーマラソンに積極的に出ていきたいなっていうところで取り組んでいきました。リオの1ヶ月後、土田選手はニューヨークシティマラソンに出場。この時体に異変が起こります。ニューヨークシティマラソンでは実はちょっと体調が急に悪くなって、というのも咳が止まらなくなって、で今まで気管支というのはあまり強くなかったんですけれども、途中でレースを続行できるような状況じゃなかったっていうところで、25キロあたりでこれもリタイアしたんですね。で帰国後病院に受診をしたところ、運動性の喘息を発症していて、見ていただいたお医者様からアスリートの方の喘息の症例数というのはたくさんありますっていうことでお話をいただいたんです。この医師の提案が新たな挑戦へのきっかけを作りました。運動として進められたのが水泳だったんです。でその水泳をプールで泳ぎ始めて、でちょっとこう状態症状というのも出づらくなっていったんですけれども、その間にですね、自分自身せっかく泳ぐし、クロストレーニングとしてハンドバイクをやりたいなっていう思いが芽生えていて、で今までのを掛け合わせるとなんかトライアスロンになるよねっていう発想から、トライアスロンへの挑戦が始まりました。土田選手は2018年からパラトライアスロンにも挑戦、世界選手権では2位になりました。2018年からパラトライアスロンの大きな大会に出場させていただいたんですけれども、この競技やっぱり自然環境っていうのがすごく左右するもので、やっぱ肉体的にも精神的にも本当に強くないとやりきれない競技なんですね。あ、生半可にはできないなと、競技をしもってパラトライアスロン一本でちょっと目指してやっていきたいなっていう思いがあったかなと思います。この時から陸上との二刀流で東京パラリンピックに出場することを考えていたんでしょうか。2019年ですかねに名古屋のウィメンズマラソンという10キロのレースがあるんですが、そのレースに参加したことがきっかけで、国内でも非常に速くなっている沖縄の喜納翼選手であったり、他の選手と共にこう走る機会をもらって、あ、まだ私やれるかもしれないっていうところで、その頃からでしょうかね、トライアスロンと陸上の2競技で東京パラリンピックを目指したいというふうに思いました。パラトライアスロンで東京パラリンピック出場を目指すことになった土田選手、車椅子マラソンの練習と並行して水泳と自転車の練習をどう進めたんでしょうか。いや、これ今振り返るととんでもないことしてきたなって思うぐらい非常にハードなスケジュールでした。やっぱり水泳とバイク、あとこれまでやってきた陸上競技のレーサーでの練習、この3つの組み合わせというのは本当に大変で、私としては
やっぱり水泳が一番課題がたくさんある種目だと思っていて、でやっぱりこの水泳の時間を多く取ることで、バイクとランの時間っていうのはやっぱり少なくなりますし、非常に3つともをこう強化していくっていうことが、すごく難しかったなというふうに思います。またトレーニングもこの水泳もプールだけではなくて、やっぱオープンウォータースイムって海なんですよね。でやっぱり海までこう出向いてトレーニングをするっていうところでは、自分一人ではなかなか入水ができないので、まあ、多くの方に携わっていただきながら、まあ、挑戦できた競技だったかなと思います。2021年1年延期無観客で行われた東京オリンピック・パラリンピック。オリンピックの開会式で土田選手は聖火台に火をつなぐ最終ランナーを務めました。開会式での聖火ランナーは実は本当にギリギリで決まってまして、あとはその内密という状況の中でリハーサルに行った時に、まあなんと、私は第4走者を担ったんですけれども、私は第3走のその医療従事者の方から、まあ、私はその聖火をつないでいただいて、で、東北の子どもたちにその聖火をつ火をつなぐっていう役割だったんですね。で、まあ、私自身それリハーサルでそれが明らかになった時に、あ、その他大勢ではない、いやこれはもうしっかりやらなければならないっていうことで、非常にこう気持ち新たに向き合った時間でもあったんですけれども、こうパラのアスリートで、まあ、オリンピックの開会式に出るというのは初めての起用だということで、パラアスリートの一人として車椅子ユーザーとしてその姿を多くの方に見ていただいたっていうことは、まあ、何らかの力添えができたかなというふうには思っていますし、自分自身も非常に光栄な時間でした。世界中が注目する大役を務めました。開会式でこのオリンピックのコンセプトが多様性と調和というところで、まあ、3つあったんですけど、その1つに核になっているものがあって、まあ、自分自身はアピールすることができたかなというふうに思っています。事前に告知してなかったので、まあ、多くの方が非常に驚かれて、メールだなり連絡が、まあ、携帯の方にたくさん来まして、終わった後ちょっとその数字に驚愕したっていう、そんな感じでした。東京パラリンピック、土田選手は最初の競技トライアスロンでスイムで出遅れたものの必死に追い上げ9位、最後は顔の前で両手を合わせてゴールインしました。自分自身こう東京パラリンピックに出られないんじゃないかっていうような思いがあったんですけれども、まあ、それでも、まあ、仲間と、そして、私の力を信じてくれる、まあ、強化スタッフたちのお力添えがあってその場に立てたっていうところで、これもやりきれたことに本当にありがたいなっていう思った瞬間で、多分無意識でしたけれども手を合わせた瞬間だったかなと思います。トライアスロンから1週間後、4大会ぶりのメダルを目指した車椅子マラソン、体調は回復できたんでしょうか。先に今トライアスロンの出場が決まってたんですけど、車椅子マラソンに関してはもう本当に出場がギリギリで決まっていたので、そういう意味ではすごく難しかったんですよね、このタイムテーブル的には。ただ決まった時に、じゃあこれをやりこなすためにはどうしたらいいかっていうことで、まあ、この間ちょうど5日間あったんですけれども、どうリカバリーするかっていうことを考えて挑みました。トライアスロンが終わって、2日間はまあ、本当にイージーな時間を過ごして、でその後、まあ、ゆっくりこうレーサーというその乗り物に体を合わせていくっていうような時間で、まあ、数日取って、で本番を迎えました。まあ、体の状態としてはもう本当に疲れていたので、レースのこの、9月の6日にレースがあったんですけれども、ちょうど9月の4日ぐらいに状態的には良くなっていったかなという記憶があります。そして迎えたマラソン当日、土田選手は先頭集団に食らいつき、40キロ付近までその位置をキープしました。最後の上り坂で離され、惜しくも4位。やっぱり最後のその坂で、まあ、鬼門となるなと思っていたその坂で
先を行かれてしまった、置いてかれてしまったっていうことは、もう本当悔しい瞬間だったかなと思いました。まあ、ゴールした瞬間は、まあ、2つの競技をやりきれたっていうことで、安堵した瞬間でした。またしても、あと一歩、メダルに手が届きませんでした。まあ、自分自身の成績に対しては、まあ、9位と4位ということで、まあ、メダルには及ばず、非常に残念だなっていう気持ちはあります。ただ、やっぱりこの東京パラリンピック開催されたっていうことに対して、コロナ禍でスポーツをこのまま継続をしていてもいいんだろうかってこう思い悩む選手たちっていうのも多くいる中で、実施したことによって、まあ、勇気や元気を与え、感動するっていうような局面っていうのがたくさんあったと思うんですね。オリンピックだけにとどまらず、パラリンピックでもそういう姿を見せられたっていうのは本当に感慨深いものがありました。土田選手には競技人生を支えてくれるお気に入りの曲があります。ベリーグッドマンさんの必ず何かの天才。人間の持つ力って一つじゃないと思ってますし、まあそれをまあ、どんな人でも才能があったり、まあ、それを開花することができるよっていうことで後押ししてくれる曲だと思っていて、まあ、すごく私自身も聴いてて元気の出る曲です。いよいよ1年後に迫ったパリパラリンピック、パリ出場に向けて土田選手が現役を続けようと決めた理由は、東京パラリンピックのマラソンが終わった後に自分自身、まあ、2競技の取り組みをしてきての結果でした。で、やっぱりその中で、マラソンという種目で自分自身の可能性をもう一度信じて、もう一度こうチャレンジしていきたいという思いがあって、私自身はやっぱり年齢的にもですね、今48歳になるんですが、パリのパラリンピックは、まあ、50歳手前だと思います。現状その大会に出場できるかどうかっていうのは今後、まあ、選考大会等での結果っていうもので、まあ、そこに向けて今はしっかり取り組んでいきたいと思いますし、また終わりを決めて取り組むことで、まあ、自分自身これまで の取り組んできた形を一つの結果として、残していけるかなというふうに思っています。まずは表彰台を狙っていきたいと思います。今年は3月に東京マラソンが開催されます。去年は年下のライバルに敗れ2位。今年の意気込みは、3月に東京マラソンが開催されるんですが、まあ、私は地元の選手としてしっかりこの大会を盛り上げていきたいなというふうに思っています。あとは、まあ、昨年はですね、その沖縄の喜納選手が1位で、まあ、私が2位という結果だったんですけれども、まあ、自分自身この大会で何回か優勝させていただいてっていう大会ではあるんですが、力というのもずっとこう強い人が強いっていうわけじゃないと思うんですね。なので、まあ、日々も挑戦だなっていうことも感じていますし、まあ、そういう意味では多くの選手がこう出場して、走っていく中で、その中に自分もいたいなっていう思いで、まあ、今回も、走っていきたいなというふうに思っています。様々な競技を経験した土田選手、パラスポーツの魅力とは。障害を、まあ、個性として捉えるっていう言葉がよく出てくるんですが、自分の力をですね、最大限に発揮して、また障害を障害として捉えずに、まあ、一つの競技力向上っていうところに結びつけていくっていう人間の可能性みたいなものをすごく感じられるのがこのパラスポーツの醍醐味だと思っています。で、まあ、選手の一人として、まあ、私もその魅力を感じ、そして見せられる選手でありたいなというふうに思います。